ヨーン・ウッツソンはデンマーク・コペンハーゲン出身の建築家。シドニー・オペラハウスの画期的なデザインで高く評価されている建築家である。オペラハウス・バウスベア協会フレーデンスボルグの集合住宅造船技師の息子として生まれ育った。コペンハーゲンのロイヤル・アカデミーで学ぶ。スティーン・アイラー・アラスムッセンに指示。卒業後に、 世界各地の伝統的な建築手法を学んだ。1948年頃、フェルナンレジェとルコルビュージンへに出会う。同年、モロッコを旅行する。1949年には、奨学金を得て、アメリカ、メキシコに出かけ、タリアセンイースお及びウエストでしばらく過ごす。この頃、ミース・ファンデルローへと出会う。帰国後は、自宅の設計を皮切りに、 1956年にヘルシンゲル近房に63個の金房住宅群を1962年にはフレーデンスボルブ近房の小さな住宅地など住宅を設計したほか建築設計競技にも多数参加した1963年にはチューリー飛信劇場の建築設計競技で一等を獲得1957年彼は オーストラリア・シドニーに建設される予定のオペラハウスの建築設計競技に応募し思わぬ勝利を収め世界の建築界に鮮烈なデビューを飾った。これは彼がデンマークの国外で手掛ける最大級にして初めての仕事でありしかも彼が提出した設計案は図面ではなくアイデアを書き留めたドローイング程度に 過ぎないものだったため、応募基準に合わないと一旦落選していた。しかし、審査員だった建築家エーロ・サーリネンが、コンクリートシェル構造の自由な造形で建物を覆い、支えるアイデアを気に入り、最終選考に復活させ強く支持したとされる。以後数年間、ウッツソンは、オペラハウスの建設の指揮と設計の修正に取り組んだ。 当初のコンセプトにあった2つの大ホールを覆う巨大な放物線上のコンクリートシェルのデザインに大幅な変更を加えて現在のような球面を組み合わせたような形に変えつつ不可能とされたコンクリートシェルを実際に建てるための案を確立していった。ウッズソンは内装についても設計案を作っていたがこの部分は不本意な形で中止されてしまった。 1965年の半ばの選挙で建築主であるニューサウスウェールズ州政府の首相がロバート・アスキンに代わり、ウッズソンは新内閣と衝突する羽目になった。建設半ばにもかかわらず、建設費が当初の良さの大幅に上回っていることについて、公共事業省のデイビス・ヒューズは、ウッズソンにデザインやスケジュール、費用についての考えを問いただし、彼が ウッツソンに対する支払いを止めたことをきっかけに、1966年2月に、ウッツソンは設計者の地位を辞任した。彼は、シドニーに移した事務所を引き払って、オーストラリアを去り、以後二度とシドニーの地を踏むことはなかった。デンマークに戻る途中、彼は、地中海のマリオルカ島に立ち寄ってその風光に印象を受け、後に、 妻のリズの名を取った夏の別荘を建てている。シドニー・オペラハウスは、その後を引き継いだ建築家チームの手で完成し、1973年に女王エリザベス2世によって開館し、以後世界的に著名な建築として親しまれている。2003年、ウッズソンはオペラハウス設計の栄誉を称えられ、シドニー大学から名誉博士号を授与された。 高齢で旅行ができない、ウッソンに代わり息子が受け取ったが、同時に、ウッソンに対しオーストラリア勲章やシドニー氏の鍵なども授与された。彼はさらに、2000年、オペラハウスの一部内装の再デザインの合意を交わし、当初の内装案をレセプションホールに実現する作業に取り組んだ。同じく2003年、ウッソンは建築界の最大の栄誉である、プリツカー賞を受賞した。 引退後はスペインで過ごしていた。2007年、シドニー・オペラハウスはユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。